で、まあ本当にシーズンがまた始まるというところで、まあやってやろうというところで気持ちとしてはすごくモチベーションが高いです、ね、そうですね、まあやっぱり勢いをつける意味でもすごく大事な試合になると思いますし、まあやっぱり自分たちがやってきたことを表現することが大事だし、まあその上でまずはしっかり結果を残すことが大事かなと思います。まあそれはずっと残ってますし、まあそれを脱ぐためにも自分たちが、まあ、結果を残してまた戻るべき場所に戻って結果を残していくことだと思うんで、はい、そうですね、やっぱりあのリズムだったりとかあの声援っていうのは自分もすごく好きなので、はい、楽しみです。やっぱりサポーターの声は聞こえてるし、まあ、選手たちはこう厳しい時間帯とか苦しい時間帯にそういった声に助けられていると思います。まあ、本当に自分たちはもう結果で示していくだけなんで、ぜひスタジアムで応援してください。お願いします。開幕戦まであと3日。